どうも、MT ピッコナです、今回ですね、神奈川県にある日本百名山丹沢山にこれから登山の方していきたいと思います。遠野岳っていうところが途中にあるんだよね。そうそうそう、そこが、ま、結構有名なビュースポットみたいなんで、それも楽しみに。で、またこの今となれば我々の師匠となってしまった石ころ師匠ですね石ころ師匠と3人で登っていきたいと思います。それでやっていきます。いきます。昼出るんだね。ああ、昼だもんね。水飲んだあるじゃん。どういう水なのこれ。出水？美味しいハタロの水道水って書いてある。出る？ハタロ名水。あ、出る。行っちゃってくれ、見てくれ、ちょっと。じゃあ失礼してね。お、うめえ。あ、素晴らしい演技。あ、なんか根菜系の演技だね。あ、え？根菜系。根菜系？根菜系の演技だね。どういうこと？根菜系って。笑ってる。大根役者。あ、そういうことね。ほら見て、この透き通った水。じゃあ、いただきます。うまい。どう？花粉が取れてる。あ、美味しいね、美味しいでしょ。マスクつけることによって、うん、高地トレーニングだ。なるほどね。そうやって自分に枷を貸してるわけだ。単純にやべえ、花粉症がひどいからなんだけど。結構鼻声だもんね。しかも薬取ってくるの忘れた。うん、雪山にピッケル忘れたもんなもんだよ。最悪です。神奈川県の6分の1、が丹沢山塊っていうのかい、 なんていうの、まあ、6分の1が占めてるんだって。そうなんだ。で今日多分長いからさ、往復20キロぐらいでしょ。そうだね。うん、なんか階段がさ1万段ぐらいあるって聞いたんだけど。マジで？これが大倉尾根っつうの。そうそうそう、通称バカ尾根って呼ばれてるんだ。これ？うん。あ、これが何？1万段の階段の入り口？なんかバカみたいに、バカにできない尾根みたいな。バカみたいな尾根かな。君の通称はバカミンだもんな。やべえ通称が。行く。1万段バカ尾根。ちょ、数えてみようかな、マジで。なんかアクセスが良くて、都心の方の人年間何万人って言ったから、なんかすげえ来るらしいよ。まあ、こんだけ登りやすくてそうだもんな。都内の方の人は朝寝坊してからでも登れちゃうような。だから俺らで言うとこのあの谷川とかさ、都心からだって1時間ちょいとかでしょ。近いね。うん、こんななんかいい感じのトレッキングルートだったらね。丹沢の頂上にある山荘は通年でやってるらしいし、カレーが有名らしいよ。ああ、そうだ、こんな感じ。なんか休憩所あるらしいよ。休憩所だね。あ、これは何？大倉高原テントサイトっつうの。あの有名なの。どうした？こんな時間じゃないんだけどな。なんか日の出っぽくない？おお、綺麗。いいね、タイミングバッチ。あ、浴びてる。どう？花粉がやばい。
業って書いてある。あ、やってるんだ。もう階段お腹いっぱいなんだけど。でもこれ気持ちいいね、こういうところも。ねえ、なんかちゃんと整備されてるよね。なんか見えたな。駒止め茶屋。駒止め茶屋やってるんか。ちょうど1時間だ。ペース早くね、さっきから思ってんだけど。なんか本来ここまでさ、多分2時間ぐらいかかると思うんだけど。いや君早すぎで。この1週間鍛えてたから。なんかつま先立ちがどうのこうの言ってたもんね。うん、あの仕事してる時ずっとつま先立ちでね。仕事してた。マジ小屋多いな。夏とかいいね。うん。そうじゃ住む。うん。俺も結構来てるよ。マジ。うん。それつま先立ちしてないからだよ。普段からしないと。いつしねえだろそんなこと。めっちゃ気持ちよくないこの道。うん。さっきからニコニコしてるなと思ったら。いいよな。 いえ、ね、風あるけど。あ、浴びてる花粉もな。やばいよ、鼻の辺の光り方が。鼻水やばいもん。いや、やだな、なんか あの人コロナだみたいな感じで、なんか勘違いされても嫌なんだ。あ、今ちょっとなんかデリケートだもんね。なんつった、よく使うあの一般的なティッシュがなんつった今。それはアリエルの。それは洗剤だバカ。違うか。エリエル。エリエルか。アリエルは洗剤か。なんか俺がボケたのになんかさ、さらにボケられてなんかもうぐちゃぐちゃになったんだけど今。鼻水だけにな。やるじゃないか。だろ。ここまで見越してのボケで。見て。あ、何？ほら。葉っぱに竹が。本当だ。くれくれダンス。タコみたいで怖いんだけど。めっちゃぐにゃぐにゃじゃん。なんでそんな元気なの？花粉症なのに。花粉は結構きついけど、でもなんか多分ね、うん、やっと体が受け入れた。花粉を？さっきまでなんかやだやだやってたんだけど、うん、なんかもういいやみたいな感じになって。ああ、もう争いやめたってことです。和平交渉みたいな。アイドルのミッション。本当に目の前でアイドルいるもん。そう、掘ったてこれみたいのじゃねえだろうな。言い方。あ、でもあれでしょ。石ころが言ってた掘ったてこやって。あれは倉庫みたいな感じでしょ、本当に物置とか。営業中ってなってるわ。あ、やってんだ。やば。寒くね、ここ。寒いね。撤退もありえるな。これ撤退ありえる。撤退ありえねえだろ。階段長くね。長い。ずっと前なんだよ。もういいよ階段マジで。やばくね。すごくない。おお。ここポイントだね。すごい綺麗。綺麗だな。また階段。やってんだ。花立て山荘。うん。春ってマジで。すげえじゃん。おお。いや、凄まじい人に出会ってた。いやいや、全然槍ヶ岳のあの地震の、あの山頂で山頂で、あの YouTube、はい、撮影そうされてた。いや、何で検索すれば出てきます？
多分槍ヶ岳地震とかで あれですよね、山頂でわーとかやってたやつ、やってたやつです。これ見ました。これだけなんか異常に回転してる。いや本当すごい瞬間でしたよ。本当あれたまたま撮ってたんですよ。無事で良かったですね。すごい人に会っちゃったから。全然全然。僕らあの時鶴木かどっか行ってた、ね、そう鶴木行ってて。じゃ向こうは全然全然行けでしょ。槍ヶ岳と穂高がすごかったんですよ。ああ、みたいですよね。うわ、でも本当に音とかも周りがぐわーっと伏せる音でも生きたことしなかったですもん。うわいやすごい。いや差し入れもね、お礼言っといて、お礼すみません、ありがとうございます。じゃあ応援してます。また頑張ってください。皆さんもあの すごい一部始終なんで見てください。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。気をつけて。すごい人に会っちゃったね。めっちゃ見てたもん、ね、すごい瞬間だなと思って。しかもなんか差し入れいただいちゃった、ね、柔らかドライフルーツ、なんかすごい良さそう、うん、これ俺んだから。独り占めか。うどん安くね、600円で安っ。ラーメン安ってか普通じゃね。普通の値段だよ。お茶付きの休憩が300円だしね。恐ろしい安さ。素泊まり3500円。安っ。民宿じゃん。知ることがね。あいいっすな。いいね。ね、飯持ってくる必要なかったじゃん。確かに確かに。下手にコンビニで買うより安い。だからここあれだね、本当にあのなんか初心者ハイキングとかすごいいいよね、うん、休憩場所もさ、ところどころいっぱいあるんですよ。どうしたの？さっきのドライフルーツ俺持ったっけな。あ、俺がしまった。あ、見てトイレもすごい綺麗。あ、本当だ。なるほど。ナイポイのやつだ、帰り。おー、すげえ、すげえな、普通に透き通ってるもんね、氷が。怖い。つるって言っちゃいそうだよ。あとちょっとだ。ここだよね、多分。そうなんかな。おお、すげえ。すごいね、景色。やばいね。そこ山頂？すごい。マジですごいわ。でかこれ、山頂なあ。これ何、ただの遠野岳。はい、遠野岳登頂。ここ有名だもん。うん、有名。てか景色すごい、本当にめっちゃ綺麗だわ。やばいね、やばいね、景色すげえよな。なんか有名なのが分かるよ。分かるよ、うん、向こうもすごい景色。都会あの何ビル群が見えるで。そう、あの一番でかいんてか向こう横浜なんかな、うん、さあ神田は集約線見てんのか、すげえ。どうする、履く？
超怖えよ、対戦名と。ここちょっとかっこよくない？いいね、ここ。なんかあそこなんか Y の字のところなんか色が違くない？ちょっとね。怖いよ。もうマジ階段うんざり。なんか数えてるとか最初言ってたじゃん、うん、数えてた？数えてるわけねえだろ、こんな長いの。数えてなくてよかったよ。多分途中でね、発狂してたよ。数えてた？いや、眠ってたよ。階段が1段、階段が2段ってやったの。ああ。めっちゃ気持ちいいんだけど、ここいいよね、ここすごいね。うん、これ左、あれだもんね。景色すごい。なんかこの辺だけなんかほんと違うね、なんか、うん、道路だけで一言やんなくてよかった。なんかあった？あ、一応あったよ。嘘？ほんと？なんかなんてやつか準備してた。あ、一応ね。なんかやつちょっと、わ、道路だけは遠いだけとか。さすがのクオリティだ。うん、では遠野だけは遠いのとか安定のクオリティでしょ。開花が止まらないね。開花してんの？中富の鎌足りってことでしょ。中富の鎌足り、開花の会心。よくやったじゃん。一瞬誰ってなったの。向こうに見えてるか山頂かな。あれか。ああ。え、ここ？これだね。あ、ここなんだ。なんか面白い形だね。ああ、日本百名山丹沢山って書いてあるよ。はあ、着いたね。はい、日本百名山丹沢山到着。うい、遠くね。遠かった。師匠はもうこの余裕の表情ですよ。いや、でも今日も今日のピッコナずっと先頭だったよ。うん、君たちとは違うんです。いっぱいいっぱい。疲れたわマジで。フィールがあれどれ向こう手前でこの辺の山域で一番高いやつだから、ちょっとそこで休もう。一回疲れた。小屋あるんだね。あそこ住めない。あ、マジやってるんだ。あのランプのさ、魔人が入ってるような、わかる？カレー、カレーが美味しいらしい。あ、へえ、ミヤマー酸素っちゅうの。これが酸素名物か。そう、ミヤマー酸素名物のカレー。あ、君はね、一気にいかないんだ。うん、で、これどっから食べるかによって、うん、どのルートから食べるかっていう。なるほど、うん、で、いきなりトップから行くのは、うん、それでもここには伝っていくのが。じゃあ行くわ。どう？あ、うまい。ね、うん、近くね。じゃあ減るか。すげえよ、景色が、うん、本当に爽快な景色だね、なんかね、うん、じゃあ皆さん次の動画でまたお会いしましょう。なんでちょっとなんかニヒルな感じにして。あ、雪入った。雪入った？どこに？靴。最悪。最悪だね。お前なんか感情こもってなくね。寒くね。寒いね。それだよ。思ってないでしょ、寒いとか。思ってないね。そういう医者とかいるよな。いるね。いるねーじゃねえんだよ。そうだねー。めちゃめちゃじゃん。めちゃめちゃだねー。
やめろそれ。忘れてた忘れてた。一言やるの忘れてたよ。ちょっと一回聞いて思い出すわ。だって準備じゃなくてちょっととっさに言ってみよう。とっさにか。日本百名山丹沢山で一言お願いします。丹沢山、神奈川県。はいはいはい。距離が長くて神奈川。あれどういうこと？神奈川。えどういうこと？え距離が長いから、うん、きつくて、うん、叶わないよねっていう。うん、あどういうこと？今言った。ちょっと待って。とっさすぎる。うん、はい、え？さよなら。お前撮ってる時あくびしてた。俺見てたぞ。お前なんか口開けてた。